さあやろうか。皆さんこんにちは、ダイダラです。星のカービィトリプルデラックス進めていきましょう。さて今日でついに4面のボス戦になるかなと思いますので、ボスまで駆け抜けていきましょうか。さあ現在ね、クリア率は 30%、 まだ30 今日ボス倒せば一気に進むからな。 33% とか 35% ぐらいまで進んでくれることを祈っております。さて、現在レベル4のワイルドワールドってところまでやってきました。今日もここから行きましょうか。さあワイルドワールド、どんなとこなのかね。前回ワードも出てちゃった。さあ前回でここだね、ワイルドワールドのね、なんかビッグバン吸い込みとかがめちゃめちゃ多用するお化け屋敷みたいなとことかね、ピラミッドかな、よくわかんねえや、なんか遺跡みたいなところを攻略して、今回は5面からですね。ではここの攻略やっていきましょうか。ステージ5行きましょう。頑張るぞ。さあ5面コピー能力とかどうなるのかな。さてまずあるのは、勝った、欲しかったんだよ、ほんと。勝った勝った勝った、ギリってね。勝ったね、ちょっとね、そこそこ、何、宝箱1だけ、なんだそりゃ。勝ったコピー能力ちょっとおもろいところは、やっぱさ、この下切りとかさ、このカッター投げるだけじゃなくて、カッター投げた後に攻撃ボタンを長押しするとね、このまま持ったままカービィが降りるんだよね。これとかね、ちょっとうまく使っていけば強そうだよなっていう感じだよね、こういうのとかね。なんでちょっとそのあたりをうまく使いこなしていきつつ、遠距離戦ではね、今みたいなゴーッとダッシュ切りとか、このカッター投げたりとかをうまく当てていけば多分強いのかなと思います。イエーイ。俺カッターちょっと練習したいね。やべ、ちょっでも、でね、今作のカービィというか、まあ、昔のカービィの特徴なんだけど、なんかね、一発食らうとほんとコピー能力を落としてね、で、その落としたコピー能力も割がしすぐ消えるんだよ。だからね、ちょいムズですよね、そこ。よし、じゃあ行こうか、次。ドキドキするぜ。さて、なんだここは。ブランコじゃない、シーソーですね、シーソー的な。重し。よし。奥に、宝箱がまた見える。ウィップだ。ウィップもらっとく。ウィップで、よいしょ、開けまーす。あぶね、ほい、ボムくんもやっつけて。まあカッターだよ、今の時代はよ。そう、奥でなんかテク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 動いてますけど、よいしょ。さて宝箱ゲット、これいいのかな、奥行って。ちょ待て、こちら、おーっと、これまず開けておいて、こういうことだな。開けておいて、こっち来てドーンだけど、倒しておいてだな、ここ。これ、倒しとかんとあれだね。こうやって、ほら。よし。宝箱取れないんだよな、これ。よっしゃ。さて、出てきたサンストーン1個目。完璧ピキピキ。完璧ピキピキ。よし。ここもほら、ワドちゃんやっつけておかないとダメなんだよな、多分。ワドちゃん、ここやっつける意味あんのかな。あそこ下行けるようにやって、なんか意味あるかって言われたら多分ないと思うんだけど、一応ね。様子見なかったわ、なんも。はい、じゃあ先行きましょうか。おぉ、スパッと切る。クモはや、切るだけでいいから楽だね。よし、じゃあ次。宝箱、めっちゃよこせ。さて、星。うわ、なにこれ、肉、ありがとう。肉好き。さあ次のエリア。いや、まだ簡単だね。さて、これは大砲だね。さあ、どっちが正解？まあ、こっちだな、まずは。まずは、ドンと。宝箱をよこせ。よし。外れ。はい、次。はい、飛んでけ、カービィ。ドーン。はい、ドーン。これ、どっち選ぶ？うわー、これ、むずいやつ。一回、ここ壊しとこう。あ、来た。宝箱あるじゃん。へい。栄養ドリンク。栄養ドリンクだけ？そこ。ボーン。まあ、良いでしょう。さあ、次行こう。ドン。さて、こういうところ、見逃したら死ぬことあるからな。ちょっと待って、まず、ここ叩こう。あ、いいね。で、まず、次、こっち。あ、いいね。しっかりとキーホルダー回収。次。ここね、次は、ドン。宝箱！いやー、微妙だ。よし。さあ、飛んでいこう、ガビ。ボーン、バンバン、ゴーン。ゴールかな、これで。まあ、キーホルダーをちょこちょこゲットできたからいいでしょう。さあ次。大丈夫かな、サンストーンレアキーホルダー。今んところさすがに大丈夫だと思いたい。おっと、これは、中ボス戦だな、多分。スパーク・オア・ファイターだかな。いや、俺カッターだから今日は。今日の俺カッター欲しかったから。下に何これ、爆弾ある。え、爆弾ないっすかこれ。走れ、カービィ。え、あ、ここか。よいしょ。
ほい。ちょ、で、爆発する、爆発する、爆発する。おい、逃げろ。わあ、あ、敵がー、ええー、何なんなの、勝手に死んだけど。え、これ大丈夫かな、ファイヤーいるとかない、大丈夫ねえ。うわあ、ちょっと待って、これ。ねえ、どうしようかな。まあ、行くしかねえが、これ。よし。ドキドキするぜ。さあ、行こうか。これ、ファイヤー取ってこい言われたら、俺ももう罪なんだよ。いい、みんな。罪は大丈夫か？宝箱。肉。よし。か、ファイヤーあるじゃん、上に。よし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 。ファイヤー取っとくべきか？いや、まだまだいける。カッターでいけると信じていこう。宝箱。宝箱の山ですね、ここ。高山ですね、高山。鍵がある。この鍵は奥持っていくのかな？さあ、スパイダ君を無視して、こちらへ来て、開けるよ。オッケー！酸素2個目！いや、もうちょっとドキッとドキドキをだよ。ドキッとドキドキを。でもマジでさ、ここ宝箱の山なんだけど、ただ宝箱が微妙にしょぼいんだよな、全部。よいしょー。さ、なんか隠れてたな、ここに。部屋が。ラッキー。む、なんだここは。乗ると上がる。そう、重し。重しスパイラルね、ここ。重しスパイラル。重しスパイラルコース。なるほど。すべて理解した。まあ、嘘ですけど。7割理解した。任して俺に。これは、投げれないな。まあ、待て、落ち着こう、みんな。ここを下ろしておこう、ここ。ここを下ろして、で、こっち上げてだね。階段状にしていくんだ、ここは。任せろりー。よし。これでいいでしょう、おそらく。これどうやって向こう行くん？ここか。よし。大丈夫かな、これで。さて、俺の予定では、こうやって、こうやって、こうやって、ポン、ポン、オーケー！いけたわ。さあ、3つ目の3ストーン獲得！大丈夫？これで。3つ目だけど、今。はい。さあ、あと、レアキーホルダーと、ラスト。ラスト。マジ頑張って探せ、俺。ここら辺ないよな、多分。もうないな。絶対ない、絶対ない。下降りれないよな。疑心暗鬼だぞよ、今、俺。さて、うわぁ！何これ？あ、出た！大砲カービィだ。ボン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 。うわぁ、これベルトコンベアで、ダッシュで進んでいけコースだ。ねえ。こういうところに、いいもの入ってるから、カービィ、見逃さないでねってやつ。ねえ。だから、ここも全部落とす。落とす、落とす、落とす、落とす。よし。こうすることで、やったぜ。宝箱ゲット。で、こう、絶対こん中にレアキーホルダーある。どっかに。ワンナップワンナップ。まあこれ今練習1、練習2だよね、多分。次が本番だよ、多分。ね。よし。やばい！やべ、ちょっと、落ち着け、落ち着け。あ、これどうなってんの、これ。やばい、やばい、やばい、やばい。ストップ、急げ！あぶねえ、あー、レアキーホルダー、マジ危ねえぞ。よし。3ストーンもあった、やったぜ。さあ、これで4の5コンプリート。やばい、一番手前にあったのが、ねえ、ねえ、レアキーホルダーだったから危なすぎた。さあ、なんとか今回一発で攻略完了ですね。よかった。で、カッターなくなってるけど、どこ行ったんだ、カッター。リーフが手前にある。でも、もうゴールするだけだもんね、もう。あー、キーホルダーあった、こんなとこに。よかった。探索、最後までしっかりやります。大丈夫です。草。草切り。人参？こんだけ？もういいか？ゴールしまーす。ウェイ。というわけでゴール。よかった、ここ。ちゃんと攻略できたね。嬉しい、俺は。行くぜ、ゴールゲーム！集中！はい、ピューン！パッと、パーフェクト！見た？ゲージ満タンタンだよ！やばい！カービー。いつもより嬉しいな。いや、これ、漫談の時だけ100個ぐらいくれてもいいんじゃないの？ねえ、キーホルダー10個ぐらいくれねえかな。さあ、ツイスター、トルネイドのやつ。そして、ねえ、マッシャー、カビ2のやつ。
そしてレアキーホルダーはマルク。ネタバレですか？マルクはネタバレでもないか。ミニマムカービィかわいい。ちっちゃいやつだよね。さてバルーンカービィ、タッチカービィのやつ。なんか気球みたいなステージとかあったよな。懐かしい。さてやってまいった。まいったまいったボスステージ。行かせていただこう。ステージ6のボスは何これ、ヘビ？さて集めた酸素の力でボスへの道が開かれた。そしてそしてそしての手 EX コースもオープンしたよ。 EX は難しいからね。はい、じゃあ次行きましょうか。さあボス戦だ。ボスヘビオくんですね多分。まあ、ヘビには負けんよ俺。うん、負けんかな。出ないよ。待てワノちゃん、ありがとう。コピー能力何やろ今回。リーフで行く。まあ、リーフもいいけどね、やっぱ。さて、これ何これ、ベルがある。あ、ベルいいね。新コピー能力の一つのあるベル。スナイパーもいいけど、やっぱベルだな、ベル。ベルってどう戦うんだっけ。なんか、こうやってから、ディンフィナーレとかだよね、確か。ディンフィナーレ。まあ、とりあえず走ってこのベル飛ばしときゃいいでしょ、とりあえず。で、これとか、あとこんな技とかね。あと、ガードが硬いっていう。そういうところの特徴があったよね、確かベル。行くぜ。さて、ステージ4のボス。君は一体誰なんだ？やっぱヘビだ。ビーッと力を与えよ。またタランザの魔法で。出だよ！くそ！どこ行ったんだ？さあ、ヘビがニョロニョロ。壁を伝う。いた！勝負だぜ！君の名は何て言うの？ねえ、トグロガラールが。太古の昔より人々に崇められていた蛇の巨像、神々しいゴールドのボディに全身守られているが、頭だけはノーガードという噂だーっていう。頭狙えってやつだから、キャンキャン、頭にがけてひたすらこのベル飛ばししとけばいいね。こうやってキャンいた、頭でがけて、ディンフィナーレいた。ちょっと待って、ストップ。おぉ、先生、これ飛ばしまくれば痛い！ギンガ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 ン。やめろ。痛い。うわ、すごい攻撃！動かれへん！ディンフィナーレ！ディンフィナーレ！よし！効かん！いや、ガードが硬いから強いぞ！ただ、攻撃手段がちょっと乏しいな。おい！このベル飛ばすぐらいしかできねえもんな、今、ぶっちゃけ。で、よし。ベル、あ、ベル、もう、待って、ベルが跳ね返っていくな、ベル。よーし、さ、第一形態終わり。首が取れてた！どうしたの？ねえ。やべ。ここなんもなかった。さあ、出てこいよ、また。なになに？なにすんの？輪っかになってきた。ちょっとガードしとこう。はい、聞きませーん。顔だけ振ってきたから、顔だけ。あ、待て。顔今、カンカンカンって叩きだな。よし。ディンフィナーレ！なんだそれ。上にどうやって当てんねん、それ。意外とあいつ当てんのむずいの、攻撃。さあ、上にいるとき。いや、いい角度で当たればいける。いい角度で飛ばせば。ねえ。いい角度で飛ばせ、いい角度で。難しい、いい角度で飛ばすの。これ。距離感の問題。で、なんだこいつは。よし。さあもうダッシュ攻撃をひたすらぶっぱするだけ。戦い方はこれで合ってるのか。でも合ってる気がする。ディフィナーレ。よし。ぐ。よし。まあ、でもね、ぶっちゃけのところ全然ダメージこっち食らってないのよ。見てもらったらわかる通り。ねえ。いや無敵も長えしな、意外と。なんか地味だけど強かった。ベル。かわいい。ほら、地味だけどいいでしょ、地味だけど。かわいい。お疲れ。はい、というわけでクリアー！ワールドツリーにまたパワーが宿るぜ。はい。次、ごめんか。よし。いや、ベル楽しかったな。カービィファイターズ2でも結構ベル好きだったからな、俺。というわけで、クーリーぽよー。
よし、さあ次はゴメンか。どんなエリアになるんだろうな、ゴメンって。さて、ワールド3がまた成長する。キラキラ光って、ね、3が大きくなる。これもサンストーンの上位互換みたいなアイテムだもんね、なんか。でかサンストーンだよ。ビッグサンストーンかな、なんだろうな。さて、ワールド3がまた成長した。次はなんだこれ、火山じゃねえかこれ。大丈夫かこれ。なんか頂上みたいな感じになってるけど大丈夫。レベル5の大陸で進めるようになった。てっぺんやでエバーエクスプロージョンだって。怖いよ。いや、ワイルド行こうぜ。ワイルド先に。では EX ステージ行きましょうか。7の EX です。行きます。なんだここは。むずいのかな。うわー、これ回転するやつだ。ワドちゃん、ワドちゃんがほら働いてるんだよ。労働って何なんだろうね。待って、これ壊せないじゃん。サーカスに変えるか。あ、待って、取っちゃった。ちょっと待って。これサーカスがいいんだけど、これどっちになると思う、みんな。はい、ベルでーす。捨てよ。サーカスがいい。サーカスちょうだい。サーカス燃やせ。草燃やすんですよ、こうやって。草燃やし。ってことで、オッケー。いや、なんかトランポリンみたいな技あったよね。どうやってやるんだっけ。あ、こうか。トランポリン。トランポリン、ドン。トランポリン2回ジャンプできなかったっけ。トランポリンの後に。トランポリン？そう。ちょっと待って、一応確認しよう。ちょっと待ってね。これ、トランポリン強かったよね、確か。トランポリン、下上の後に上 B か。オッケー。ちゃんと理解した。よし。ストーンもある。ウェーウェーウ。で、サーカスはいいコピー能力なんで、みんなも使おう。で、今から、俺がさ、みんなも使おうって言ってさ、トリプルデラックス、わかりました、買ってきますっていう。ねえ、かわいいリスナーさんいますか？かわいいリスナーさん。いや、かわいいぞ、それは。なあ、いいね。俺と一緒のゲームを楽しむ。その気持ち、忘れないでくれ。さて、ここ、いや、怖いよ、ここも。上下、順番に、やってくる。ファイヤー。やつは、恐ろしいや。よし、危ない。ファイヤーで燃やせ。なんか、ハンバーガーがある。美味しい。ハンバーガー好き。イタッチ。くっそー。ドーン。やばいっすって。こっちなんかあるだろ。トラーハンマーになっちゃった。いいや、ハンマーでも。ハンマー好き。よし、じゃあ行こうか先へ。こっち。さあ、ハンマーのパワーでやってまいりました。ここはどこ。水の中だと。何ここ。水の中。みずみずしい水。上、絶対なんかあります。はい、ないです。あるパターンだろ、そこ。用意しといて。頼むよ。何この子。うわ、変な敵。変な敵さんを飛ばし、ねえ、チンアナゴさんを。キモい。チンアナゴさん飛んでいって。よし。まあ、見たからもういけるよなってこと、これ。勘弁してくれよ。見てもできないよ、人間。うん。食べるか、カービィを。よし。さて、次、あー、速くなった。体が速い。早カービィだ。早カービィ、ちょうだい、早カービィ。早カービィのまま、うお、この間を抜けていく。アザカービィ、来た、アザカービィ。鮮やかカービィね。アザカービィのまま、オッケー、ゴール、次行こうか。もういいか。もういいか。結構苦しいぞ、ここ。うわー、コピー能力、ハンマー、せっかくゲットしたのに。いけんけど。また鏡の世界とこっちの世界、どっちが本物かわからない。そんな中を攻略していきましょうか。意外とダメージポンポン食らうからむずいんだよな、ここ。ここも落ちるように見えて落ちませーん。ね。でも逆にここは落ちるっていう。いやらしいね、そこ。そこカービィ、ちょっと待って、下。アイテムない？ちょっと一応確認しとかないと怖いからね。ねえ。EX ステージってやり直すの多分超めんどくさいから。ね、なるべく楽して生きていきたい。ね、楽なことして生きていく。なんか口に出して言うと全然良くないですね、それ。これ。ねえ。よし。いた！これなかった！最悪だ！許さねえ。え、ゴールドが。え、なんかあんの、ここ。なんもないんか、ここ。下あった！おお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 、死んでもうたけ、なんでやねん！ふざけんな！これ罠だろ、マジで。そこ、さっきんところ、キーホルダーだと思ったし、床なかったよ。最後の最後で人間油断するところ。
人間って一番最後に油断するからね、やっぱ。ここ絶対なんかありますね。はい。来ました、皆様。あれ？何もないの、ここ。え、これがゴールもしかして。ゴールだけかな、ここ。まあ、上もう一回見てみるか。上。どっちが正解？あー、どう、宝箱ある。危な先、こっち開けとこう、先に。へい。ポチッと開けてー。カビ間に合う？これ。これなんだろう？宝箱。はい。ワンラップだけ。ありがとうございます。なんとも言えないもの、ありがとうございます。僕、毎回、タイトル変えてるんで、残機意味ないんですよね。まあ、そんなことは置いといて行こうか。まあ、もらえたもんは嬉しい。行こう、先。さあ、だいぶ進んできたね。なんだ、これは。うわ、絶対この鍵とのレースゲーム、みんな始まるで、今から。みんな、グルメレースです。行きます！へい！うわー！勝負だ！これ何これ？クラッピュ！クラッピュボン！これクラッシュ最強！これクラッシュ強いぞ！もう一回ぐらいないかな、クラッシュ。よし。さあ、で、チェックポイント。チェックポイント来た！クラッシュ来た！熱いぞ、クラッシュ！クラッシュドン！消えろー！よし！クラッシュのパワーで、またクラッシュある！ボーナスタイムやん、クラッシュって完全に。クラッシュ！待てお前、待てお前、邪魔だ！クラッシュドン！クラッシュは時が止まる。最強の技。まだある、まだある、まだある。もうええやろ、別に止めんでも。もう時が止まらんでもいいけど。よし。どうしてくれ！どこどこどこ？ほい。さて、一個ずつ来る。はい？鍵取って開けて、これ結構一個ずつ来るんだ。一個目取れたらもう勝ちでしょ。はい。はい、ゲットー！さあ、ラスト！危なー！クラッシュ様様様じゃん！ありがとう！イエーイ！ということで、三つの鍵を開けて、レアキーホルダー獲得！でもまだサンストーンは未だない。大丈夫？サンストーン。大丈夫？サンストーン。サンストーン大丈夫？一個は絶対最後にある。もう一個だよ、もう一個。うわーおー！変なやつ来た。何ここ？なんもない。うやっつ！あ、ちょっと、待って、サーカス！サーカス！サーカス欲しい！もう勘弁してくれ！怖いっすよ、わし。わし怖いっすよ。待って、これ。いいか、行くか。いや、なんもないな。行くぞ、行くぞ。敵が一生攻撃してくるパターンのステージね、ここ。ねえ、緊張感と緊迫感、ねえ、ドキドキ感を楽しむ。そんなコースですね。ヘビーがまだいる。バーニング。ファイヤーを取るべきか？サーカスを取るべきか？いや、サーカス俺は、極限次第だな。これ絶対中入れるわ、これ。ここ。来た。中入ろう。さあ、一つ星の部屋。ここですね、サンストーン確定ですね。はい、火つけるだけ。あら、やだ、まあまあ。優しいステージね、おじさん。まずこう、これはこれでいいのか。はい、火つけます。火つけて、火つけて、マッチ。マッチです、ここ、マッチ。マッチして、マッチして、これいいのかな、最初、これで。で、ここに、はい、つけて、火つけて、あ、届かへん。そういうやつ？そういうやつか、このゲーム。なあ。こうしてから、ねえ、こうだな。これ。え？違う？ちょっと待って。これ、こうつけて、こっちに火つけて、こうか。こうか。ちょっと待って、もう、脳トレやめてよ、脳トレ。はい。さあ、脳トレタイムです。行きましょう、皆様。火つけて、あ、待って、え？あ！もう、やめようかな、俺、このゲーム。さあ、今度こそ、つけてから、すぐこう。よし、つけて、こうして、はい、最後、はい、こうする。やっとできたよー。ぽよぽよ、カビぽよぽよして、飛んでっけい。あったぜ、サンストーン。オイエーイ。さあ、あとはもうゴールするだけです。もう緊張感はいい。緊張感にさようなら。EX ステージの汗のかき方やばいからな。マジむずくて。だから青春の汗流れるわ、これはさすがに。ニードルとか久々に見たな、ニードル。さあ、向こうに見えるわ。で、いい感じのやつ。みたい。さあ、みんな寝てるか？起きて。よし。さて、ふい。ニードルくん、元気してるか？ニードルくん、痛い。おい。
あたた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 た。よし、さーて、いろいろアイテムゲット。日の輪くぐり。さーて、ゴールかな、これで。もういいよ。なんかボスいるかな、最後に。水水水しい水。コピー能力選んでね。いや、もうここはサーカス。俺はサーカスの男だいだら。行きましょう、サーカスで。何？サーカスで？ボスブッチ？ねえ、バトルですかこれ。よいしょ。何が怒られるんだい？おお、中ボス戦でしょ、どうせ。ねえ、任しとけって俺に。ねえ、ボスバトルでしょ、ボスバトル。ねえ、格闘への道が始まる今から。新勝ち抜きバトルかな。なんかいろいろボスバトルって名前変わるもの。いい、デラックスシリーズだ。ねえ。よいしょ。はい。トランポリンどうやったっけ？下上だっけ？上下だっけ？あ、違う違う違う。ストップ。下上だ。下上。はい、トランポリン。はい、トランポリン。敵に攻撃当たらんか。はい、トランポリン。トランポリン。痛い。ぐる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 。強くね？これ。やっぱ強くね？どう考えても強いけど。サーカスって。さあ、まあ、獲得。玉乗りしてたらなんか敵勝手に死ぬけどな。はい、あ、というわけで最後のサンストーン獲得。ちょろいです。よかった。さあ帰ろう実家に。もうこんだけだよね。よいしょ、オッケー。さあクリア。いやー、よかった。今回はしっかり一発攻略ばっかで嬉しいよ俺は。あい、完璧ー。もうパーフェクトオブパーフェクトオブパーフェクトオブパーフェクト。もう全部がパーフェクトだった今回。もうゴールゲームもやばすぎるだろう今回。今日の俺はいつもと違うぽよ。何が違うだろう。俺お昼寝したからかもしれない今日。ね、夕方ちょっと眠くなってちょっと寝たんだよね。うん、それが良かった間違いなく。メタナイト出た出た出た。剣がちょっとちっちゃいやつ出た。ボスブッチタイトルだって。うわー、ナッツーカービィ3のやつだね。え、話題にしたら出てきたな。いいな。ボスブッチくん。コックン、料理の能力。で、ウィリー。ホイール。俺、ホイールのことウィリーって言っちゃうんだよな、毎回。ね。はい。というわけで、今回ここまでにしましょうか。さあ、なんとかレベル4まで完全コンプリート達成です。お疲れい。さあ、次回からね、大変だと思うんですけど、火山のステージ攻略進めていきましょうか。火山のステージでカービィを待ち受けているものは何なのか、お楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録しない方、チャンネル登録や高評価よろしく。最後まで見てくれてありがとう。またね、おつぽよ。